はい、高倉さん何食べてますでしょう。鍋焼きうどんの水割りです。鍋焼きうどんの水割り。お味の方はどうですか。ほとんど味がしません。いいですね。お聞きにで野生の高倉、はい、いいですね。とっても美味しいです。明けましておめでとうございます。毎度おなじみ流浪のハイカー高倉でございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。昨年末2022年12月の末ですね、私は山の先輩にお招きいただきまして、手代沢温泉というところに山道をハイキングして宿泊しておりました。山の宿になるんですけれども、とっても素敵な場所になっておりまして、非常に良い経験をさせていただきました。ありがとうございました。ということで今回はその雪山の様子をお届けしたいと思います。先日自分がモンベル箕面店で購入させていただきました8万円のすごい種ついてるの、よく見たら登山靴の調子なんかも見ながらいい足慣らしとなりました。週明けには八ヶ岳に行こうと思っておりますので、そんな感じで冬のアウトドア楽しんでいきたいなと思っております。それでは手代沢温泉ハイキングの様子をどうぞお楽しみください。おはようございます。毎度おなじみ流浪のハイカー高倉でございます。本日は2022年12月30日となりました。イエーイ、年の瀬ということで、ちょっと映ります。声出演にしますか。 P で YA さん、はい、YA さん、はい、YA さんどうしますか。映りますか。はい、おはようございま す。お世話になっております。 YA さんです。よろしくお願いいたします。本日我々は手代沢温泉、手代沢温泉、手代ザですか、 Z ですか、ね、いや沢だと思います。手代沢温泉に向かいます。冬山をハイキングして温泉に入るという極上の男二人旅をお届けしたいと思います。それでは登山口まで向かいたいと思います。お世話になります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。おお、すごい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 。ルリビタキコーデでこんにちは。こんにちは。ハイカーの高倉です。そしてスペシャルゲストグリさんです。はい、こんにちは。シオン君どうする、映る、え、声だけでいい。シオン君もいます。お、FJクルーザー来た、千葉ナンバー。
ごいリーゼントみたいになってる車。よいしょ。いいですか。はい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 、ちょっと多いですね。あ、トレイルランだ、ちょっとトレイルランじゃないわ。はい、はい、じゃあ今日のローカルガイドは YA さんです。よろしくお願いします。今我々はどちらにいますか。今こちらですね、夫婦渕。はい、夫婦渕からいます。一つ山を越えまして、はい、ここから遊歩道ですね。遊歩道に乗って、遊歩道に乗って川沿いをずーっと、はい、行くわけですね、はい、で八丁の湯で、ここで加入のところで分岐があります、はい、私たちはこっちに行きます、うん、おお。で、グリさんはこちらに、なるほど、行きますね。日光沢温泉、こっち沢なんですね。こっち日光沢温泉、それでこっちは手代沢温泉。 Z と S 違いますんで、お間違いなく。じゃあ行きましょうか。こんなん名前とか面白いですね。日向おそろしっていうのは日向にある滝だから。ああ、なるほど。で、これとオロおそろしっていうのは日陰のことをオロっていうんで。ああ、すごい勉強になります。まあ、そんな感じのトレイルを楽しんでいきたいと思います。見てください、この靴、アゾロデビューです。楽しんでいきたいと思います。はい、行きます。はい、お、引っかかるから気をつけてさ、ゆっくり。行ってきます。消してください。いい感じ。林道、工事用専用道路ですね。こっちに進むと林道に、はい、雪深くて嫌だなっていう人は向こうに行くと、なるほど、行けます。はい、で我々が進むのはこっちの遊歩道ですね。はい、ここに距離数書いてありますけど。さすがローカルガイド。お、見えましたね。これっすね。 OK です。日光沢ザワは 4.5 キロ80分、はい、でございます。夏道で、はい、でもこれ多分オーバーに書いてあるん でこっちに書いてあるのは林道の距離数と時間がここに書いてある。なるほど、分かりました。ありがとうございます。ここから川に降りますんで。はい、川沿い行きましょう。行きましょう。冬の風が気持ちいいですね。はい、気をつけていきましょう。上手。はい、今日の第一目標地点、吊り橋でございます。はい、見てください、ここほら、鬼が怒る川、ちょっと来てもらって、鬼を怒る川ですから、鬼怒川。そしてこの雪質確認します。雪質確認 OK です。いいですね。はい、はい、このことばっかり言って。いい感じです。新しい冬グッズもいい感じ。イエーイ、絶好調ですね。絶好調です。今日も適当なことばっかり言ってます。
はい、頭上注意。外付けしてるとこういうことになる。はい、クリア。はい、どこでご飯にしますか。天場がありますよ、ここ平らな。じゃあそれからここその橋の下のとこでご飯にします。岩の上で。見てください、この新しい YA さん。もうちょっと近くで撮っていただいていいですか。デビュー戦です。今温泉に向かってます。ゆったり邪魔しちゃった、はい、あ、これ3つだ。私は僕5本指5本指いいですね。たまたまグローブかぶりました。これぞまさに創造的登山というやつですね。クリエイティビティ。 YA さん今何作ってるんですか。テーブルです。テーブル作ってます。休憩所がないので、マリー・アントワネットも言ってました、休憩所がなければ作ればいいじゃないって。作ってるのは YA さんなんですけど。ちょうどいいところなんで。どんな感じ？おお、すごいすごいすごい。急に休憩所ができました。はい。あの今日、はい、お土産皆さんに持ってきました。もしかしてお土産配りおじさん？はい。お土産配りおじさん。すみません、いつもいただいてばっかり。あ、はい、栃木市にあります、はい、UL の登山ショップ、すごい、川らき岳さんですね、はい、こちらオリジナルの登山守りビッグミニライター、すごいビッグミニライターで、このフリント式っていうのがもう最高に、そうですね、ちゃんとあの標高34メーターって書いてあります。お店かわいい。いいんですか、いただいても。はい、どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。やったー、早速使っていただきました。年越しそば。年越しそば。お疲れ様でした。はい、今年も。息子と一緒に年越しそばです。はーい。いただきます。はい。あこ。いい感じですよ。美味しいです。美味しいですか。はい。はい、いけてます。はい。何食べてますでしょう。鍋焼きうどんの水割りです。鍋焼きうどんの水割り。お味の方はどうですか。ほとんど味がしません。いいですね、お聞き目で野生の高倉、はい、いいですね。
とっても美味しいです。スープを入れてください、はい、でこのままあれですね、預けちゃってからもゆっくりない。これが座るタイプです。で斜め寝るのは頭をこっちで足をこっちで斜めなんですね。はい、そのまま、はい、はい、あ、いや足こっち側です。いやダメですから。肩側で。ハンモック講座。ハンモック講座。ゆらゆら、ゆらゆらしてください、ゆらゆら。大人のゆりかご。大人のゆりかご。おじさんが、今、しおんくんからおじさんが戯れてる。おじさんが、40過ぎのおじさんたちの戯れ。はい、最高です。そういう人に私もなりたい。鬼がいました。寂しいんで止まらないですけど、日帰りでちょっと来てみたいですね。いいですね。今度車やったなくて空港はあるけど今は行けない。あ、本当だ、誰も行ってない。めちゃめちゃ楽しそうです。いい絵が撮れてますよ。ラッセルしてください。我々のためにラッセルタイ、すごいな。ラッセルタイだ。これ大変だぞこれ。ました。後沢温泉です。雰囲気ありますね。はい、右から読む感じが。ガクちゃんこんにちは。かわいい。川上犬って言って、はい、足の指が一本多いんです。すごい。景色です。はい、いやでも冬の空気いいですね。いやでも寒い寒い、せっかく部屋温めていただいて。この障子1枚でもだいぶ違うっすね。違う、飲み物はその反対側に置いとけばずっと寒いから。なるほど。ビール飲みます。うん、温泉行こう。温泉行きますか。温泉の方に、はい、どうぞ。ありがとうございます。サンダルでございます。ここの奥が温泉です。はい、すごい屋根も高くて立派ですね。こんなに山奥にあるとは思えないほど綺麗な空間が広がってます。すごく宣伝されてます。こういった国吉みたいな
雰囲気のアートカフェの山の わーすごい。高倉さん、右側見てください。右側、おーすごい。これ自動販売機です。缶ビール300円。はい。どこにお金入れるんですか。この2000円をそれをめくってください。はい。めくって、あ、すごい。そこの奥に2000円入れてください。2000入れる、はい、で2000円分飲みます。2000円分、はい。2000円分ということは、はい、それでドライを2本取ってください。ドライを2本これですね、はい、はい、今動いてます。世界名刀ハンターのコーナー、パチ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 。こんにちは、高倉風魯山人でございます。今日は許可をいただきまして、釧路沢温泉を紹介させていただきたいと思います。釧路沢温泉はこんな感じです。ヒュッテになってるんですけれども、豊かな温泉と、うわすごい、ちょっと失礼します。ちょっと後で体に入るんですが、あ、これは絶対今日の山歩きの疲れが取れる感じの。で、奥が露天になってます。あ、これ蛇口がない、頭洗うんですけど温泉で洗います。え、あ、本当だ、これ温泉だこれ。うわすごいこれ。うわすごい。壮観が。完全なる雪に、寒いけどめちゃくちゃ冷たい足こんな感じで、すごい感じです。帰りたいと思います。すごいすごい、ちょっと寒い。止めます。岩の塊なの。岩岩してるんですね。そうといった感じで、さまざまな山トーク、ギアトークをさせていただきながら、夕食に舌鼓を打ち、アメリカ PCT の話を先輩に聞いていただいたり、豊かな時間を過ごすことができました。特別な経験を積ませていただきまして、本当にありがとうございました。また釧路沢温泉に来られるように、ここに両親を連れて来られるように、 YA さんに恩返しできるように頑張っていきたいと思います。冬靴もとっても調子良かったです。今年もさまざまな動画頑張っていきたいと思います。八ヶ岳編もお楽しみに。それでは今年もどうぞよろしくお願いいたします。皆さん健康第一で楽しく暮らしてまいりましょう。次の動画でお会いしましょう。バイ。